式場の美章は、松本清張の短編小説。オール読み物1975年9月号に、掲載され、1977年9月に、短編集、馬を売る女収録の一作として、文芸春秋より刊行された。1975年にテレビドラマ化されている。資格マニアの杉子は、英語、取材など様々な資格を取得していた。 和服の着付けも勉強し、あと少しで上位資格が取れそうになっていたが、他方、結婚からは遠遠くなっていた。同級生の浜井翔一郎から、結婚披露宴の案内状を受けた杉子は、縁席に集まる女性の和服姿が、自分の参考になるかと考え、披露宴に足を運ぶ。ロビーで談笑する人々を観察していた杉子は、 不意に四十歳前後の中年男と視線があった。その男は一瞬ためらいを見せたが、すぐに目尻にシワを寄せて微笑した。杉子はその男の微笑の意味がわからず、落ち着かない気持ちになる。やがて新郎新婦が現れ、招待客に会釈していたが、新婦、政子と杉子の目があった時、政子の目が急に大きく広がり、ショックを受けたように、杉子を凝視した。 杉子の記憶が蘇った。一昨年の暮れ、着付け教室でアルバイトの話が来た。成人式の日に、振り袖の着付けをするため、旅館へ出張してほしいというのだが、1975年11月16日、TBS 系列の東芝日曜劇場枠にて放映。視聴率20.4%。ありがとうございます。